先日 3DS と Wii U で、Nintendo e ショップが、段階的にサービスを終了するということが発表されまして、驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さんの中にね、3DS 版とか Wii U 版でドラクエ10をプレイしているよという方は、どの程度いらっしゃいますでしょうか。今すぐね、ドラクエ10が遊べなくなるとか、そういうことではないので、ね、決して焦る必要は全くないんですが、今から、半年後とあと1年後ですね、に、いろいろと影響が出てきてしまうために、詳しくはね、冒険者の広場の、該当ページを、ご確認いただくとともに、ここではね、今回、発表された大まかな内容と、ここからですね、半年後、1年後、どうなるのかと、そういった内容と、さらにその、1年後以降ですね、こうなっていくんじゃないかな、という予想ですね、を、お話ししてみようかなと思います。でまず、今回、どのような発表が行われたのかというと、Nintendo e ショップですね。Nintendo のゲーム機。今あるのは Wii U と 3DS と、あと Switch の3つになりますが、そのゲーム機の中で、ダウンロード版ですね。ダウンロード版のソフトを購入するための仕組み、アプリですね。スマホでいう、iPhone の、APP ストアとか、Android の、Google Play ストアに当たるものが、Nintendo e ショップなわけですが、この Nintendo e ショップが 3DS や Wii U で、段階的に使えなくなってしまうという内容の発表になります。ですので、PC 版であるとか、PS4 版、あるいはブラウザ版とかでプレイされている方には、全く関係のない話ですし、スイッチ版でプレイされている方にも、特に影響のない内容ということになっています。では、3DS とか Wii U で、プレイされている方に、どのような影響が出るのかというと、まず、約半年後ですね、8月30日の時点で、3DS や Wii U の Nintendo e ショップに、残高追加、ね、要するにチャージが、お金のチャージができなくなってしまうと。追加ができなくなってしまうと。ということになります。ただし、あくまで 3DS と Wii U からチャージができなくなるというだけですので、すでに、8月30日以前にチャージしたお金に関しては、その後も使えると。すでにチャージ済みの、お金で、ドラクエ10の利用券を購入することは、引き続き可能ですよと。で、残高がなくなってしまった場合でも、任天堂のホームページとか、任天堂スイッチから、チャージすることが、Wii U とか 3DS にチャージすることができると。こういうことですね。で、ここで注意点として、3DS とか Wii U で使用している、任天堂ネットワーク ID と呼ばれているものと、任天堂のホームページや、任天堂スイッチで使っている任天堂アカウントっていう、別々の2つのアカウントがあるわけですね。で、この辺、ちょっと任天堂のアカウント周りが、わかりにくくなっているので、ご注意いただければと。思いますけれども、任天堂のホームページとか、スイッチ
からチャージして Wii U や 3DS のドラクエ10の利用券を購入するためには、まずこの任天堂ネットワーク ID、Wii U とか 3DS の方で使っている ID と、任天堂アカウントを、まあのそのまあ、チャージする残高ですねを、まとめる必要があるんです。で、まとめることで Wii U や 3DS にチャージしていた残高と、スイッチにチャージしていた残高が、まあ、全て一本化される。で、この後チャージしたものに関しては、まあ、スイッチや任天堂ホームページから、チャージしたお金、金額を利用して、まあ、スイッチからでもゲームが買えるし、3DS からでもゲームが買えるし、Wii U からでも、まあ、ゲームが買えると。で、3機種すべての任天堂 e ショップで買い物することができるということになるんですね。で、すでに、スイッチを持っていて、任天堂アカウントも作成しているよという人は、まあ、この任天堂、今使っている任天堂アカウントと、3DS や Wii U で使っている、任天堂、ネットワーク ID かなを、まあ、まとめればいいですし、で、スイッチを持ってないよと、まだ任天堂アカウントを作ってないよという方は、任天堂のホームページから任天堂アカウントを作成して、現在利用している任天堂ネットワーク ID とまとめれば、任天堂ホームページから、チャージができるということになります。まあ、この辺の詳しいやり方は、任天堂のホームページをご覧くださいということになりますね。で、要するに、まあ、今から半年後ですね、8月30日以降に起こるというのは、3DS や Wii U から直接、お金をチャージすることができなくなりますよということです。で、ただ、チャージをしている分については、この後も、3DS や Wii U のゲームを買ったりとか、ドラクエ10の、利用券を買ったりとか、まあ、買い物自体はできますよと。ドラクエ10の利用券ももちろん購入できますよと。いうことですね。で、チャージの残高がなくなってしまったら、任天堂ネットワーク ID と任天堂アカウントを、まあ、連携して、まあ、一つにまとめて、で、スイッチかホームページからチャージしてね。で、そのチャージしたお金で、3DS や Wii U から、利用券やゲームを買ってね、ということになります。で、これが、まあ、この後半年後の8月30日に起こることということになりますね。で、次に、さらに半年後の、2023年の3月下旬というふうに案内されていますが、まあ、今から、約1年後です。で、今度は、3DS や Wii U から Nintendo e ショップで、買い物自体できなくなってしまうと。で、つまり、1年後からは、来年の3月下旬以降は、3DS や Wii U から直接ドラクエ10の利用券が購入できなくなってしまいます。しかし、Wii U に関しては、Nintendo e ショップから、では、Nintendo e ショップから購入できないだけで、まあ、ドラクエ10の公式ホームページである、まあ、冒険者の広場のアストルティア入国管理局というところから、まあ、引き続き利用券の購入ができます。任天堂経由でドラクエ10の利用券を、買うことができなくなってしまうんだけど、まあ、スクエニから直接、ドラクエ10の利用券は、今後も引き続き、購入できるという感じです。で、Wii U
の利用権に関しては、まあ、現時点でもアストルティア入国管理局ですね、まあ、あのドラクエ10のホームページの方から、Wii U の利用権を購入することができますので、まあ、今後に備えて今のうちから、購入方法を、まあ、今ね Wii U から直接購入されている方は、まあ、今のうちからねドラクエ10のホームページから購入に切り替えておくのが無難かもしれません。で、一方、3DS に関しては、現状、3DS の Nintendo eShop からでしかドラクエ10の利用券を購入することができない状態なんですね。ですので、まあ、こちらについては今後、別の購入方法が追加されるということらしいです。まあ、おそらく 3DS 版の利用券も、アストルティア入国管理局から購入できるようになるんじゃないかなというふうには思います。まあ、ですので、まあ、Wii U とか 3DS の Nintendo eShop が、まあ、サービスする、終了しますよということではあるんですが、まあ、ドラクエ10ができなくなっちゃう、よということね、Wii U や 3DS でドラクエ10が、できなくなってしまいますよということではなくて、まあ、ドラクエ10の、利用券の購入先が、まあ、Nintendo eShop から、スクエニの、ドラクエ10のホームページのアストルティア入国管理局に、変更というかね、今まで、窓口が2つあったのが片一方閉まってしまいますよというだけのというか話ですね。ですので、まあ、少なくとも、この来年の3月下旬以降も、Wii U や、3DS で、まあ、ドラクエ10をプレイすることは可能ということを意味しています。でもちろん、Nintendo eShop が、閉まってしまうというだけなので、まあ、引き続きね、急に Wii U とか 3DS が起動しなくなるということでも全くないので、それ以降も、まあ、パッケージのゲームであるとか、すでに購入している、ダウンロード版の、ゲームは、引き続きプレイすることができるという感じですね。まあ、ただし、さらにこの、まあ、さらに1年後ですね。まあ、2年後とか3年後はどうかということについてなんですが、まあ、ちょっとね、長くなってしまったので、次回にしたいと思います。それでは、今回はこの辺でどうもありがとうございました。